納費のレア自動車は岐阜県高山市に本社を置く路線バス、貸切バス事業を主に行う会社である。バス事業では納費バスの通称を多用する。バス事業以外では上岡営業所でタクシー事業を運営、平井バスターミナルにドライブイン、アルプス街道平井を併設、レストラン、売店、日帰り温泉を営業している。納費バスの一大拠点である 高山農費、バスセンター、高山市、平田市、松本市の中継地点である、平井バスターミナル社名の農費は、旧国名である、美濃国の農と平田国の日を、それぞれ一字ずつ取ったもの。高山方面から東京、名古屋、岐阜、京都、大阪、白川郷、金沢、富山、高岡方面への高速バスや、 松本方面への特急バスなどを運行する。一般路線は、岐阜県高山市、日田市、下路市、中津川市、鴨郡白川町、東白川村及び長野県松本市で運行。第二次世界大戦下の陸運動政令に基づく運輸通信省通達により、飛騨地区の統合主体として1943年、発足。戦後、名鉄グループ入りした。 この他に平井バスターミナルを管理する平井管理所、ひ田古川駅前の古川出札などがある。下記において、鉱山、ゲロ、中津川は、それぞれ高山の老バスセンター、ゲロバスセンター、中津川駅前、バスターミナルを示す。中央高速バス、ひ田鉱山線鉱山から平井温泉へ向かう路線は、暗号峠道路を経由して、長野自動車道を、 その他の路線は東海北陸自動車道を走行する。記事がある路線の停留所等詳細は当該記事を参照。京王バスと共同運行。首都ライナーの愛称があるが現在はあまり使われない。1.5往復は古川駅前まで延長されている。近鉄バスと共同運行。季節運行の夜行便のみ大阪方面が USJ、高山方面が 平湯温泉経由で新穂高ロープウェイまで延長されている。名鉄バス JR 東海バスと共同運行。名平ライナーの愛称があるが、現在はあまり使われない。名鉄バス運行便のうち1往復は中部国際空港まで延長されている。岐阜のり合い自動車と共同運行。2009年3月19日運行開始。2014年12月1日より、 高速かかみが原バス停を停車停留所に追加。2016年4月15日に富士急山梨バスが単独で運行を開始。2017年5月1日に1日1往復から2往復に増便した際に、納費バスが共同運行に加わったが、2018年4月1日に富士急が撤退し、納費バスの単独運行となった。 2020年4月1日より一往復に減便した。おおむね4月中旬から10月中旬の間毎日、運行。白川号発着路線鉱山金沢線、白川号線白川号、バスターミナルには、以下の複数の路線が発着しており、いずれも、高山白川号間のみの利用も可能。白川号線の牧発着便のみ鉱山と、白川号周辺で、 一般道にある停留所で乗降扱いを行うが、他の路線はすべて無停車で直行する。金沢線、富山線、高岡線は予約制となっている。高山白川号館の運賃は、どの路線の便を利用した場合でも同額だが、企画乗車券については、すべての路線が利用可能なものもあれば、高岡線のみ、 利用不可もしくは予約制の路線は利用不可という制限がかかっているのものもある。高山白川豪間は全路線合わせて約30から60分間隔の高頻度で運行しているが予約制便がほぼ常に満席で予約しづらい状況が続いている。そのため繁忙期は自由席便のダイヤにおいて続行便を最大6号車まで設定して対応しているが 運転士不足や、量、バスターミナルの容量が限界に近いため増発が困難になっている。北陸鉄道と共同運行。開設当初は、下呂温泉、高山白川号金沢駅の運行であったが、2008年4月より、下呂温泉乗り入れが廃止された。ノースライナーの愛称があるが、現在はあまり使われない。富山地方鉄道と共同運行。 以前、鉱山と山間を一般道経由で結んでいた特急バスの復活ではなく、東海北陸自動車道、北陸自動車道を利用して、白川号を経由する高速バスである。2015年12月1日、1日4往復で運行開始。2020年4月1日より6往復に増便した。また、地鉄担当便のうちに往復は富山基督と,と空港を経由するようになった。 カ越ツバスイルカ交通と共同運行。当初は2020年4月10日より1日5往復で運行開始予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開業を3日前の4月7日に延期が発表された。その後、同年8月7日より1日3往復での運行を開始した。需要を見て、当初の5往復まで増便する予定となっている。なお、 高山高岡間の高速バスは、富山県南都市と、農費・河越農バスによる実証実験として2012年11月17日から2013年3月31日の土休日にも運行された。農費・河越農が一往復ずつ運行。この時は、高山白川豪間のみの利用はできなかった。五箇山合掌の里では江ノ倉及び城花駅前、桜が、 池まで運行するシャトルバスと接続していた。当時の運行経路は以下の通り。また、2018年から2019年にも、下越ノーバスが単独で運行した。詳細は、下越ノーバスを参照。ゲロ営業所が担当する路線である。上岡富山線アルピコ交通と共同運行。アルプスライナーの愛称があるが、現在はあまり使われない。運行当初は、 座席指定制だったが、現在は座席定員制で運行されている。トイレがない車両で運行されるため、平井温泉バス停でトイレ休憩を行う。遠隔と山地方鉄道と共同運行。元は一般路線バスの上岡富山線。路線バス時代より共同運行で、当時より施鉄エリア内は主要手留所のみ停車の特急便とされていた。 路線車を使用した地鉄担当便に対し、納品バス担当便は、観光型ベースのエアロミリ MJ で運行していた。2005年7月に、各方面へのジャンクションでもある、平湯温泉へ延長されるが、需要の低迷から高山発着に変更。高山発着、平湯発着並行の時期を経て2012年4月に、高山発着を廃止。ただし神岡にて、 高山発着便と接続、乗り継ぎ割引を実施。2015年3月14日、北陸新幹線延伸開業に合わせ、富山駅から新穂高ロープウェイ便を2往復新設。うち1往復は予約制で、スカイドーム上岡と土地温泉のみ停車。もう1往復は、平井発着便の行き先変更となり、平井側では1往復減便。なお予約制便の新設に伴い、 これの出入庫便を上岡と山駅で一往復新設。2016年4月1日、停車停留所の変更や一部の便の新穂高経由化といった再編を実施。2020年4月1日、運行本数が1日に往復に減便した。現在のダイヤでは、地鉄担当便は、納費エリア内においても主要停留所のみ停車となっており、納費担当便より、 通過停留所が多い。遠隔おおむね4月から11月の間毎日、運行。まごと妻まごで、ダイヤ上1時間50分の停車時間が設けられており、発車時刻までは自由に散策できる。高山営業所管内新保高ロープウェイバス停放の、騎兵バスターミナルも、ともとは、高山市内施設巡り線として、高山ひだの里高山高山陣や高山と、 運行する路線だった。日田の里から光記念館へ向かうルートも、一時期存在したが、廃止となっている。現在は、古い町並み及び、日田の里などの郊外の施設へ向かう、匠バス東西線、サルボボバスと、古い町並みや市街地の商業施設などをめぐる、匠バス南北線、町並みバスに再編されている。古川線上岡営業所管内下路営業所管内。 ゲロ駅前バス停美の白川管理所管内管内の白川町東白川村では2018年10月1日より新たな交通体系での運行を開始した従来の4路線から2路線に集約し一部区間は自治体が運営するデマンドバスに移行した野良マイカーゲロバス金山中央高速バスゲロ温泉線2008年7月5日をもって廃止 2014年2月1日から10月31日、実験運行した高速バス。一般道経由の特急バス。2012年4月1日に廃止され、上岡と山間を直通するバスは前述の奥飛田温泉号と山線のみとなった。温嶽交通と共同運行の特急バス。2019年10月12日から11月17日の間運行した。一部区間を 野良マイカーへ行かん。現在の高根から朝日線。一部区間を、野良マイカーへ行かん。現在の市宮ルート。全区間野良マイカーへ行かん。現在の岩滝線。全区間日田丸へ行かん。現在の上岡東部線。2020年4月1日より、デマンド小坂に移行した。2020年4月1日より、デマンドを混ぜに移行した。 美野白川管理所管内中津川営業所管内2008年9月30日をもって廃止、翌10月1日より北稲交通へ移管名鉄グループの会社だけあって、他の名鉄グループ各社と同様三菱不走性が多くを占めるが、日野製、伊須津製、UD トラックス製も存在する。営業エリアの多くが標高の高い地域で、 環境保護のため最新の排出ガス規制に適合した車両の導入を進めている。抵抗会社は三菱不走エアロスターの蓄圧式ハイブリッドシャンベックスと比のブルーリボン及び比のセレガの電気式ハイブリッド車 HIMR の導入が目立ち、主に乗り倉、上高地方面への路線を中心に収益している。日田地方の降雪対策として、 一般の路線バスの多くは原則として、前扉のみしか存在しない、前乗り前振りのため、以前は観光バスの格下げ車両も存在した。ワンステップバスノンステップバスの中には、中間扉を有するものも存在するが、中間扉を使用するのは、車椅子での乗降の時のみであり、通常は締め切りで運用される。岐阜県から、日田。 世界生活文化センターへのシャトルバス運行を受託しており、専用車として1950から60年代の観光バスのように車体の後ろ半分をカサアゲシタイスズエルガーンステップ車が1台在籍する。なお、同社はサルボボバスの他にも、古川、上岡線など一般路線にも運行されることがある。なお、当該車両に限り中間扉を使用し、 高山バスセンター以外の停留所では中乗り前折となる。2012年から希望ナンバーを取得して車両を管理している。2017年2月27日から2018年3月31日の間、高速バス車両1台にアニメ映画、君の名は、のラッピングが施されていた。これは、日出しが同作品の舞台になっていることから、 市が363.6万円の費用を負担して行ったものである。同じく作品の舞台となった新宿までを結ぶ中央高速バスをはじめ各路線で運用された。ありがとうございます。